うございます。おはようございます。今日は流し天パックでまた変なやつがおるでね、今日変なやつが登場しようでね、なんかそこからなんだお前それ、ちょっと登場登場あ、なんか登場シーンがある。ハロービビット登場、さすがいの天才カメこれでとりあえずお前突っ込んでくれると突っ込んでくれて寂しかった今。いやまあこれは当然じゃない。そう突っ込まずに大丈夫大丈夫。だいぶやばいねお前、頭壊れてきたね。壊れてきた、もうこれで出たら壊れるしかないんで。壊れんかったらもう YouTube 出る意味がないちょっと強めだけど、怖い怖い怖い。これすごいからねだよ、職人としてはもう何年ってた職人歴。26年。お客さんだってもう何頭打ちでやって一回もクレームなしなんじゃないお前。うんまこっちゃんとか浜野さんとかあらへんない絶対クレームねえし、手直しが出へんな、うん、本当に違うのやっぱ職人で。だからみんなきちっとやっとんだけど、もちろんやっぱ5年10年5年6年してくると手直しで出て当たり前なんだな。でもな、いや一手間二手間だよな仕事はな。そんな顔でやったら何もお前重みねえわ。皆さんどうしても被って仕事がしたいって言ってますんで、あの撮影中はちょっとご協力お願いします。オッケーじゃねえしお前大変だなお前、俺ちょっと合わせれんわお前スピード感ありすぎるわなんかすごいね、まあ、久々なんで。そう久々の登場、まあ、今日はでもこんなすごい派手な格好をしてるけど、まあ、内容は今日地味か、下塗りの。あ、下塗りですね。下塗りをちょっと、まあ結構ね、やっぱ職人の技術は高いからやっぱいろいろ下塗りにもコツがあるから、うん、まあ今日カメラマンと打ち合わせしてくれたんだね。じゃあ行きましょうか、行きますか。早速ね、上にレッツゴー。もう終わりだろ、今日もう上上がんねえだろはい、上上がってきました。はい、じゃあ塗りますか。早速行きましょうか。早速行きます、うん、じゃあまあ何、下塗りのなんか三原則みたいなのがあるってことかな、コツみたいなやつかな。まあ、あの値段はとりあえず固めで塗ってますかね、うん、値段は固めで、もうちょっと塗りながらでもいいね、解説しよう。いや、どんどん塗りながらでいいよ。まあ、結構お前、大きいローラー使うな。あ、結構大きいローラー使う。なんていうローラー使ってんの。なんていうローラー使ってんの。お前が俺に聞くなよ。ピーチ、ピーチに似たようなやつ。ピーチに似たようなやつで、あ、ちょっと値段手頃なやつだ。値段手頃なやつ。でちょっと要はあんまり水は入れんってことだよな。あんまり水は入れない。あの希釈を少なく、希釈ってあのまあちょっと漢字が難しいと思うんですけど、できるだけそのあんまりしゃびしゃびにすると塗りは安いけど、やっぱ何、発色が悪くなるんだろ、上塗りかけたと。ああ、そうです、悪くなる。な、でやっぱで密着も弱くなるしな。あの感じでずっと縦横にやっていくんだ、うん、あ、これがコツ2か、さっき言ったな。コツ2はもう下塗りでも、下塗りって見えんくなるとこじゃないですか。見えんくなる、うん、だけどきちっとあの十字切ることでなんか上塗りの発色が良くなる。要は結局デコボコだと、あの表面がデコボコだと、要はあの何、光が乱反射するから結局艶が出るんだよな。あ、そうです、艶が出ない。で、きっちりこの十字切ることで、あのムラなく塗れるから、あの発色がいいってことだろ、うん、色の立ちが良くなるってことですよね。そういうことだね。コツ3は目地で切らんとかんだ。そうそうそう、あの絶対に切れるところに切らんと。なんで、どうなっちゃう。あ、塗りながらしゃべって。ここが乾くてて、ここが残すじゃないですか、うん、だからここだけ濃くなるんで。ああ、そういうことか。それが嫌いなんですよ。あ、かぶっちゃうと、かぶるとそこだけ分厚くなるん で上塗りかけても違う。あの色によって出るんで。あ、濃い色だと出ないんですけど、あの薄い色だと。これあの職人さんだったらまあ聞いとって分かると思うんですけど、一般の人分かるかな。分かった、言ってる意味分かった。言ってる意味分かります。要はこれ乾いちゃった後にもう一回今度ここ塗るときにかぶっちゃうと、ここだけ2回塗りみたいな感じになっちゃうじゃん、うん、そうすると上塗りかけたときに色によっては出ちゃうってことだね。その感じが薄い色だと出る、ね、出るってことだよね。出る出る。その色が見えとるわけじゃないんだけど、別にあの反射の感じが違うんだよな。そうすると色が違って見えるんだわ、本当に塗装って不思議なもんでな。そういうのは嫌だから。そういうのは嫌だもんね。もう絶対あの変なところで止めていくんだ。変なところでは止めないし。ああ、そういうことね。なるほど。でこうやって
もう一回ここでこうやって止めるのはやっぱもう何打ち合わせとかこうやって喋っとる時にこの円をやっぱ切っとかんと切っとかんとやっぱりあかんってことね。うん、他にはコツあるの？他にコツありますよ。うん、待って、うん、あ、ちょっと待って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 、ちょっと下に飛ぶし、ちょっと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 、待って、待って、待って、いや、待つのね。待つの、ちょっと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 、お前やめろ、ちょっと、ちょっと、一回カメラで、ちょ、一回止めて、一回止めて。止まらなくいくんだ。ちょっと、一回、ちょっと落ち着こう。ちょっと、一回止めて、ちょっと、スイッチが入ったら、もうそのまま行くんで。ちょっと、それ、お前、これ、作業着どうすんねよ。たぶんそのまゆり取れるわけねえだろお前ちょっともう俺どうしていいのこれもういいやもうなんかもうどん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 いいなこれちょっとお前顔を切っとるしねちょっとお前やばいでしょお前もうピエロみたいにしてアーカーも持ってこいよかったなちょっとどうすんのこれじゃあこれ使えんのさすがにお客さん見てちょっとお前ちょっとたばいおいもう相談しようよお前ビデオ回ってるとこなと思ってお前全員しようよこれはお前かけしてみよう。マジで。マジでしょ。もう目も痛いし。ちょっとこれどういうこと？これどういうこと？使えるでしょこれさすがに。練り替え道場の社長下塗りで密着力高まっちゃう。密着力。これお前水性だな。どうすんのこれ。ちょっとどうします皆さん。ちょっとこれでいいねこんかったら俺もうめちゃくちゃショックなんだけどこれお前ちょっともうそろそろ止まらんのこれ止まんない材料だよ俺が払ってんだろ材料まだいっぱいあるでしょいっぱいあるでしょ最近でしょまだいっぱいあるでしょじゃあいかけにしてみよう数字上りそうだけどこれいい感じでいきそうだけどあーいくわバチいくぞバチだバチだバチバチいくぞいいな俺もやられてえわってなんかドラえもんみたいなの超テメみたいしやばいっしょこれ本当にやばいやばいでしょさすがの喋らで絶対に喋らんカメラマンも喋っちゃうみたいなやばいなこれこの手やばいっしょまだやりますやばいやばいでしょちょっと本当にもう止めよう本当に止めようもういいか許しきれるちょっと、目が本当に痛くなるんだよ。スイッチ入ると。いつでもスイッチ。スイッチ入るとどうして電源切ります。俺ちょっとね、でも動画使えるかよ。ちょっと一回ちょっと一回見るちょっとまぁ、あ、ちょっと目が開かんですけど、ちょっと閉めていい下塗りの話じゃねえかよ、今日。なんかもう、どうやって閉めていいかよくわからんわ。次は何にもやるの何にもやらんねえや、もうお前ら。もう天気だけ塗っててくれまあ明日からお前あの瓶の後輩に入れとくわ序列瓶の下瓶の下序列瓶の下寺石くん瓶こうしようかじゃあ500超えたらお前に切れないっていうちょっと切れるの保留にしようかいや500だったらいいね500 いいね500いいね500いいね500まだ1個ぐらいしかいいね500超えたらまあこいつをあの不問にします。あ、500超え方はこいつバチバチ。あの動画で言えない。次の動画が。社内の話でしたね。社内ですね。そういう感じじゃない。まあこういうやり方もありというか。ねえ。